モビルスーツが閉鎖だぞ。しない大人の事情。ガンダムの世界はモビルスーツの海の親のミノフスキー博士が発見したミノフスキー粒子のおかげでデータなども電波探知機が使えないため、戦場では20世紀前半の目視による索敵に戻りました。にもかかわらずモビルスーツが弾色が多いです。チムダとは宇宙で戦うのが間違いないにもかかわらず、的にしてくれと言わんばかりの白いモビルスーツ。地上も連邦も核兵戦の時でさえ迷彩服を着ません。ガンダムに迷彩柄が出ない大人の理由はつまり、迷彩柄はアニメの作画枚数が増えてコストと手間が大幅に増えるから。これはアニメ全般に言えることで、アニメーターが細かい柄物描写を嫌がる。そうです。それでも近年はCG の発達により、ガンダム作品でも CG 描写が増えました。ちなみに、ドムがホバー走行式を採用した大人の理由も、ホバー走行式